畑で出っ歯の変な生き物。みんなこんにちは、はてなくんだよ。今日は面白いネズミさんを紹介するね。畑で出っ歯のネズミさんだよ。いや、僕が畑で出っ歯ネズミ。僕って毛がない裸でしょ。しかも歯が出てる。つまり出っ歯。でもだからって裸で出っ歯ネズミって名前ちょっとひどいと思わない？僕ら裸で出っ歯ネズミの巣はこの土の下、地下にトンネルを掘ってそこで大勢で暮らしているんだ。僕らはこの突き出た前歯でトンネルを掘るんだ。その長さなんと3キロにも及ぶんだぜ。僕らは一生のほとんどを地下で過ごすからとても目が悪いんだ。でもその分鼻や耳はいいんだよ。なんだか僕らネズミっていうよりもまるでも裏だね。裸で出っ歯ネズミで一番偉いのが女王様。女王様はこの中でただ一匹子供を産む存在。あと女王様に命じられて子供を作る数匹のオスと、他に穴掘り係、食べ物を探してくる係、子育てをする係、そして兵士などそれぞれ分担が決まっているんだ。女王様は時々僕らがサボっていないか見回りに来るんだ。おっかないんだ。あ、女王様だ。サボってたら怒られちゃう。じゃあまたね。今日のまとめ、裸で出っ歯ネズミはモグラみたいに地面の中で生活をする。子供を産むのは女王様だけ。他の仲間はそれぞれ仕事を持っているよ。今日も見てくれてありがとう。これからもいい動画をたくさん作っていきたいと思うんで、もしよかったら周りの人にも紹介してくださいね。バイバーイ。